はい、よろしくお願いします。今回は中学校古文のつれづれ草丸一をお送りします。で、前回かかり結びやったんですが、今回作品に戻ってつれづれ草です。まあこれは初めて登場なんですけど、で、仁和寺にね、この仁和寺っていうこの奉仕の話の作品をやっていきます。で、全部ちょっと書けないので前半後半、まあ、2つに分けてやっていくんですが、まずぜひね、この状態で動画を止めていただいて、役の方を自分なりにね、確認してみてください。で、ちょっと分かんないのがあって確認したいとか、あとはこれのね、ポイントを聞きたいという方はぜひこの後ね、見てもらえたらと思います。じゃあ早速行きましょう。で、つれづれ草です。これ読み方つれづれ草と読むんですが、まず作者やっていきましょう。で、まあ学校の教科書とかでやってる方は特にね、覚えてください。よく定期テストはね、問われるので。作者、これで健康奉仕と言います。健康奉仕で、結構孝の字で間違ったりします。好きだからね、健康の子は好きなんですけど。で、覚え方としては、まあ、つれづれ草と健康奉仕っていう響きはね、結構頭に残るんですよ。で、漢字を忘れてしまったりとか、定期テストでね、意図的に漢字で書きなさいって先生結構いるので。で、漢字としては、生徒が自然の草を食べて健康になったよ、みたいな覚え方をするといいです。生徒のと自然の善、草なんで、生徒が自然の草を食べて健康の漢字は違うよ。違うんだけど、健康になったよって覚えておくと、つれづれ草の漢字、そしてそれと健康奉仕がつながるので、もしよかったら使ってみてください。じゃあ行きましょう。で、さっきも言ったように、これ続きがあります。まだ。あるんですけど、まあ前半だけですね、今回は。で、ある寺にいる奉仕、まあ僧です。僧ね。の、僧侶さん、僧侶さん、僧侶の話なんですけど、これ、仁和寺と言います。仁和寺。一応書いておこうか。なかなかね、読みにくいですけど、まあ、これのね、読み方を出されることは、あんまないけどね。仁和寺にある奉仕。つまり、これ、仁和寺にいる。まあ、あるがいるなんですけど、いる奉仕。で、このあるは、実はね、いるっていう意味と、あるっていう意味を、二つ意味を持ってます。ここのね、役で。どういうことかって言うと、ある人はっていう風に日本語で使えますよね。ある人はほにゃららをやりましたみたいな、あるっていう使い方。そのあるそうっていう風のあると仁和寺にいるよっていういるを、いるを両方意味を持ってる。この状態でね。だから仁和寺にいるある奉仕はみたいな、あるそうはっていう風に訳してください。で、年寄るまで、まあ年寄りになるまでっていうイメージで思ってもらえたらいいです。まあ、これは年を取るまでってことです。年を取るまで。で、これも読み方書いておこう。これ、石なんですけど、読み方、岩清水って言います。岩清水を拝まざりければ、ここ大事ですね。で、岩清水っていうのは、岩清水八幡宮っていう有名なお寺があります。そう。で、そこを拝まざりけれ。けれはまあやりましたね。これ過去です。過去の意味を表していると。で、今回覚えてほしいのはこのザリです。で、絶対ではないんですけど、ザリってきたら、これ図の変化したやつって思ってもらえるとありがたい。図です。ちゃんと覚えるなら、図の連用形なんですけど、まあ、そこまで覚えなくてもいいです。図と同じだよねって思ってもらえば。で、図っていうのは、例えば、今日本語でね、まあ、こんな言い方ね、見てくれてるみんなが使わないと思うけど、ほにゃらら行かずって言ったら、行かないっていう風にピンとくる方は多いと思います。行かずって言って、ないないせずみたいな、しないみたいな。で、ずっていうのは、しないみたいな感じで、打ち消しの意味を持ってます、これ。打ち消し。で、それの変化したものなんで、ザリも打ち消しなんです。もちろんそれだけじゃなくって、ほにゃららであるみたいな意味も持ってます、ザリは。だから絶対ではないんですけど、武器の一つとして思ってもらえたら全然変わると思うので、まずザリってきたら図の打ち消しの意味を持ってたよなっていうのを思ってほしい。で、今回、岩清水、まあお寺ですね、有名なお寺を消しちゃったよ。拝まざり。拝むっていうのは、まあこうやってね、こういう、拝むってありますけど、参拝するっていう。寺をね、まあ、訪れて参拝するっていう風に言うんですが、参拝をずしないって過去なんで、しなかったって訳すんです。岩清水、
っていうお寺を参拝しなかった場があるからのでみたいな感じ。つまりそう有名なねお寺なわけですよ、岩清水で、その仁和寺の僧ですよね、が年を取るまで岩清水、そのね岩清水八幡宮を参拝してなかったのでっていう感じで訳してください。打ち消しと過去があるからね。で、心浮く、ちょっと待ってね、心浮く覚えて、で、この浮くも、こっち行こうか、うがね、漢字を当てられる時もあるんですけど、まあ、憂うとか憂鬱の憂ですね、これこの漢字が当たります。心浮く、まあ、憂鬱っていうイメージを持ってもらえたらいいんですけど、残念に思ってとか情けなく思ってみたいな感じで訳してください。自分が見てる教科書はね、残念に思ってなんで、そっち書いとこうか。まあ、情けなく思ってって書いてる参考書とかもあります。まあ、学校でやってるようだったらね、先生の役に合わせた方がいいです。テストの時はね、変に限定もらってももったいないんで。ここでこれ、こっちまで、こっちまでか。これね、残念に思ってです。で、ある時、思い立ちて、思い立つ、よっしゃ、やるぜみたいな。思い立ったんだよね。思い立って、で、ただ一人価値よりもうでけりです。で、ただはたったです。まあ、ただ一人で、たった一人にしとこっか。たった一人でだね。で、価値よりなんですけど、この心奥のうでもありましたけど、これもね、漢字が当たってるとわかりやすいんです。これ漢字で書くとね、間違った。ごめん。普通に漢字間違った。走るって書いてしまった。歩くね。徒歩です。ただこれ、物によって、これで価値って振り仮名振ってるものもあります。だから、それだったらわかるんだけどね。まあ、ひらがなだとちょっと困ってしまうので、価値ってこれだと思ってください。つまり、価値より歩いてってことね。歩いて、もうで、けり。で、けりはさっきも言ったように過去です。で、もうで。これも初詣とかのもうでの漢字が当たってますけど、これも参拝するって訳してください。つまり、こうね、年を取るまで、あの有名なところに行ってなかったと。だから残念に思って、よっしゃ行こうって思い立って、たった一人、一人で、徒歩で参拝したっていう流れになります。ここまでね。で、極楽寺とか、これ、甲羅って言うんですけど、もともと甲羅で変換というかね、あの、現代仮名遣いに直して甲羅ですね。まあ、これもお寺です。などを拝みて、つまり参拝してね、こう寺を参拝して、かばかりと心得て帰りにけりです、ここ。かばかりと心得て帰りにけり。ここも大事です。で、役なんで赤か。で、かばかりが、あ、ごめんね。これ、これだけのもの。で、訳します。これだけのものと心得て、これが、思い込んで、で、帰りに蹴り、帰るに蹴りくっついてるから帰ったってなる。で、さて、で、まあ、そして、みたいな訳してください。そして、片辺の、まあ、片辺の人に会いてですね。で、片辺はね、自分の教科書、使ってる教科書の仲間って訳してあります。自分の仲間のイメージが強いんですけど、何個か参考書見てると、蕎麦の人みたいな。訳し方をしてるものもあります。ちょっとここ、先生の役に気をつけてください。で、仲間の人、仲間に会いて、会ってですよね。会って、で、この後に会話が続いていく。という流れになります。だから、まあ、一回ちょっとね、ざらっと訳していくと、まあ、仁和寺っていうところの僧の話です。ある僧が、年を取るまで、岩清水っていう有名なお寺に参拝してなかったと。それを残念に思って、もしくは情けなく思って、ある時思い立ってたった一人で徒歩で参拝したと。でそれで極楽寺とか甲羅っていう場所を拝んで参拝して、よしこれだけのものと思い込んで帰った。まあこれ怪しいですね。思い込んで帰ったなんだっていう。で帰ってね、そして帰った後に仲間に会ってほにゃららっていう風に続きます。で実はですね、古文っていうのは結構作品によってはオチがあるものがあります。今回もあるんですけど、オチがね、一個。オチというか、まあ、なんだろうな、オチでいいや、があるんですよ。で、先に話します。ここですよね。これだけのものと思い込んでっていう。
ざっくりね、ちょっとあんま場所がないんでざっくりになっちゃうんですけど、今ね、行きたかった岩清水っていうのは、まあ、ざっくり言うと山のね、こう上にあるんです。有名なお寺、岩清水八幡宮ですね。で、ここに行きたかったんですよ。でも行ったことないから場所知らないんですよね。場所知らないっていうか、詳しくわかんなかったと。で、こうね、行った時に、極楽寺とか甲羅って、まあ立派な寺があるわけですけど、それがこの辺にあるんです、こうやって。まあ、ざっくり言うと。で、ここに参拝したんですよ。わー、すげーなーっつって。で、あー、オッケー、これだけのものだよねって思って、行ったのに、ここで帰ったんですよね。だから、行ってないの。岩清水に。っていうのが、後半のオチでわかります。はい。っていう風に続くので、まあ、今回ね、半分で切っちゃって、申し訳なかったんですけど、全部ね、書いたんですよ、一回。書いたんですけど、あまりにも字がちっちゃかったり、ごちゃごちゃしすぎるので、まあ、こんな感じで、これからもね、分けてやっていこうと思います。なので、もしね、気になる方がいれば、次回の方、続きね、撮りますので、もしよかったら、そちらの方もご視聴ください。では、今回もね、改めてここまでご視聴いただきありがとうございました。さっきも言いましたように、続き、次回ね、丸2の方撮っていきますので、もしよかったら、そちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。